で、先生のご本で、あの、クズ人間占い師になるという… <laughs> なかなかす…あれですねぇ…ここ、にありますかクズ人間占い師になる <laughs> …クズ人間って書いてるんですけど、<laughs> 今まで話を伺ってると別に…クズ要素はないんですけど、<laughs> 先生…これ、自伝自伝自伝ということですか<笑><笑>これ、モデルはとか… <laughs> これ小説っぽいですよね。会話ね。これはね、あの子供の占い師になりたい子の話。で、うん、昔はだから、占い師になりたいっていうこと自体なかったんですけど、うん、今は。いますでしょ、うん、あ、なるほど。昔は占い師になりたいって言ったらど、どう<え><え>。変な人。うん、<laughs> ちょっとね、<laughs> ちょっとでもちょっと。そう、変な人。<laughs> う,んう,んう,んうん、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 うそう、なんかムーとかも、こっそりよく。 実はもうそうですそう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 そあ、そうそうそうそれはあったかも今でこそねなんか今でこそで大手を振ってね市民権得てるけどうん昔はちょっとねー f o なんだかんだってわめいてたら勉強しろよってこうね何言ってんだよみたいな痛いやつでしたもんねそうですねそれクズ人間という衝撃的なネーミングなんですけどそれっていうのはどなたのことを あ私で、すなんでなんでクズ人間でしたんでしまあその昔、市民権を得てなかったっていうのがあったとしてもですよやっぱり、その非,り非リア充だったっていうのもありますし、うん、自分自身に自信がなかったっていうか、うん、本当に、そのうん。なんか出てきますよねねこの中でも、ね、<ー>木下君のことを思って言ってあげたのに <laughs> <laughs> って悩んじゃうみたいなね。<laughs> 全然違う反応されちゃってみたいね <laughs> やっぱり自分に自信があって毎日楽しく過ごしてたら占いはいいはらないかなかって、うん、ああなるほどねそう,そうじゃないですかみんな占いに来る人って悩んでたり、うんうん、なんか苦しんでたり、うん、違和感があったりだから占いいらない人にはいらない方がいいって思います必要ない人には別にね。確かかかに、うんうん、やっっっっぱりりちょととどっか影があったりとか、うん 思うものがあると、うん、で直接の人間関係の人に相談できないじゃないですか。そうなんですよ。そうそうそうまあね近いとね、うん、そう近いと、はい、人間関係とで、うんうん、なると第三者で客観的なことを言ってくださる方に頼りたくなっちゃいますよね。はい、そうですねあるいはこう占いをね一人でやってみるとかですよねあります、ねうん、あります。ありますうん ことですねで先生はあの占い師入門っていう風な占い師を育成するはいはいあこれですねあそうですねもうあっちがもうあの発売されてるんですけどもこれ非常に売れてるそうなんですけどね大変ありがたいことなのかりたいっていう子がいるんだねやっぱりなりたいというかやっぱり学びたいっていう感じなのかな直接多分ね他人のことを 裏なってあげようと思うよりはなんかこう自分でなんかそれをマスターして活用するみたいな。編集長もなってますよねあの駅は、ね、だってさ今はねもう普通に。<laughs> ほら、あのネットとかでもさ、そういうサイトがあるからね。アプリとかでもありますけどね。え、編集長は何を占ってる。基本駅ですね。駅で、何を。トマト占いとかしないんですか。トマト占いね、もうあるんだっけ、それ。トマト占い。トマい。何個なったか。ね、占いって基本的原理はね、あのみんな同じだからね。だから、あのう、市長数名とか東洋の、あの占いも、基本はみんな駅。基本は全部駅。もう、東洋は。 ととね、いいとねもう、へえ編集長はその駅で何を占ってるんですかまあ大体あのーね、朝通勤中にその今日一日のこととかあそうか、この毛はこういうことかあなるほどねうん、うん、あーやっぱりな <laughs> 駅はすげえなよみたいなね,ねえそれ何年ぐらいされてるんですか何年何年だろう改めて聞かれるとあれだけども。うんうん 結構やってますよ、うん、なるほどじゃあもうそれご自身の占いとその結果というかそれのまあ関係性というかその整合具合っていうのも,もうご自身のどういうふうにしてその毛がねけ、うんンりッん坊ン香港の、はい、この68毛がどういうふうな現実としてどういうふうに現象として現れるかここういういとかっていうのをフィードバックしながらこう、うん、今はいいですよねもう本当にアプリでさですむは、ね、あれだけど、うん、前はこう大体ね あの十円玉3枚とあやるっていう駅って哲学ですもんねもう根本根本ですからね駅はね占いじゃないからねそうなんですまあまあ占いも使える占いにも使えるけど駅はねもうこのこの世の中の仕組みだその駅の話についてはまた別日にこう編集長にいろいろお聞きしたいすいですよは であのー、せ桐谷先生の,、はい、その占い師にもの育成にも非常に力を入れていらっしゃるということなんですけども同業者が増えていくこと、まはいね、そういったことに関してはどううでしょうかあとてもあの喜ばしいことだと思います。その,そのあたり先生心広いですよね えそんなお客さん取り合ったりとかねだっていろんな占い師さんがっさっき言ってたみたいにあのー、厳しい占い師さんもいれば優しい占い師さんもいれば友達感覚の占い師さんとかいろんな占い師さんがいることで自分に合った占い師さんを選べる逆に逆に逆にまあねでも大変だよね大変なんで大変ですねみんなねダンツの師匠がいてそのグルーピングがあってさもうあ,、うん、あっちの流派とはとかみたいなねなんかね意外に仲悪かったです <laughs> <laughs> えでも、あその逆にそういうふうなご本を出されたっていうことは占い師になりたいと思ったら、はいあ,まあ、ある意味、誰でもっていうわけではないと思いますけどもなれる可能性はあるっていう、はいはい、ことなんですよね。あのさっきおっしゃってたように占い師さんってやっぱり自分の心に病んでたり心で悩みがあったりした人がやっぱり自分を知りたくて占いの勉強を始めるって方が多いんですね。はい、でその 勉強を進めていく中で、はい、自分のこう学んだことが人の役に立つっていうことが自分をまた癒すことになるんですほーなるほどね帰ってくる、うん、だから職業占い師にならなくてもやっぱり占いを知ってであとあの困ってる人がいたら占ってあげるっていうだけでも十分いいと思いますうん,うんそっかあとは自分を占ったりとか、はい、ちょっとこう、はい、気になるその家族のことを占ったりみたいな感じではい。 でできるることってあるんですよね占いはほらもういわゆる技術だから勉強すれば、うんうん、一通りのですよ、ね、あとはその象徴をどうやって読み解くとかねあとはそのインスピレーションで今はこういうふうにアドバイスした方がいいとかさそこになってくるとやっぱりその人の持ってる能力みたいなのあるけども基本的には、まあ、タロットにしてもこれとりあえず全部覚えて並べ方を開けると十字とかそれをマスターすれば誰でもとりあえずはできるとうん、うん、あとはそこを鍛錬して インスピレーションで,でどうよ読み解くか,解くかっていうことになってくるので、ね、うんうん、そこはだってもう,うもう単なる教科書に書いてる話じゃなくて、もうそうですね。はい。そういう話ですよね。なるほどですね。あのやっぱりそういうふうなことで言うとそのフレームはい。 先生おっっしゃってたそのフレームがやっぱりこうしっかりしているっていうのがベースにあるっていうことですよね。はい、あのいろんな占いがあるんですけど、はい、当たる占いっていうのはその占いのフレーム枠組みがしっかりしてるんですねあの文明が違ってもあの西洋でも東洋でも、はい、その人間に共通する。 例えば人間が持ってる妬みとか悩みとか苦しみとか悲しみとかあと喜びとかいろんな感情とかそれからシチュエーションそういったものが例えばカードになってるっていうことがもうその。 えー、その世界観がしっかりしているっていうことが一番当たる理由だと思うんですねうんなるほどね、はい、うんそれでも西洋生成術なんかも何千年の歴史もあったりとか例えば日本の新党なんかでも男性38歳が役年でしたっけ役年とかね,いろいろね、えー、そういったいろいろありますけどもそういったことでもう、はい、確率というか統計というか、はい、そういったもののフレームがしっかりしてる、はい、だから、うん、素人がやってもある程度そうですね 占いは統計かどうかっていうのは私は統計ではないと思うんですけれども、だいたい言うんだよ。だ、はい、<の>か占いって言うとさ、それ統計でしょとかね。そう統計だと思いましたよ、ねまあ。占い師の人はね、だいたいそう言われるとさ、まあよくゆ言,言われるから、<laughs> うんそうねって、うんそう統計みたいなことをこうあのね合わせて言ったりするけど、うん、全然違うからね。うん、何なんですかそもそも？全然考え方が違う。だってもう最初からもう完成されてんだよ。 根根本的には根本的的ににはは完成されてるものでだなんかもう一生懸命ね性格をこうねいろんなの 100, 100万人とかね調べてこう整理してもちろん現代にやってそうやって作ってるシステムもあるけれども根本的なには違うもん,、うん、なんとなくこう素人の頭ではねそれこそ今のビッグデータじゃないですけど AI 的にねいろんな行動パターンとか生、うん、年月日すべてのあらゆるデータっていうのを統計化して作ったものではないかって推測しちゃうじゃないですか。 だから占い師はそう言われた時にんまあそういうもんだけどね <laughs> っていうふうに流すのよ。でも本紙は違えよなかなか説明しにくいんですけど、はい、人間って意味を求める生き物だと思うんですね,ね例えば私は何で生まれてきたのかとかうん、うん、自分の使命は何だとかこの人と,人と相対した時に何を求められてるんだろうとか、はい、自分は何をすればいいんだろうとかそこに意味を で意味を求める動物っていうのはその人間にも,もともと持って生まれた性質としてあってで例えば夜空の星を見た時に星ってただポチ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 ,ポチランダムにあるだけなんですよ実は。はい、だけど、はい、そこにこう星座の形を見いだす意味を見いだすっていうのが人間の,こうあの占いの基本になってる考え方じゃないかなと思うんですけど今私が着てるこの服も、はい、ちょっとランダムな模様のように見えて実はこれムーミン うーんあ本当だあそっちのムーミンねムーミンねこっちのムーミンねムーじゃなくて兵士のことよな兵士のウーミン読者の方じゃなくてねこれがランダムな模様だって思ってたところからムーミンが書いてあるってわかるとムーミンが見えてくるんですよそしてムーミンっていう例えば北欧で生まれた不思議な生き物っていうのを知ってればそれが頭にも入ってくる星座も ランダムな星って見てた時は星だったものがポチポチだったものがそこに星座の形があって神話があってでそこに背景があるっていうものを知ればそれが入ってくるそれが何かこう意味づけでそれが天と人の,あの相対するものの中で例えば自分はどういう意味を持って生まれてきたのかっていうのにそこにこう見えてくる。 いや、もうでも私ちっちゃい頃夜空を見てね、自分は牡羊座なんですよね。まあ美術ないですけど、こう見るじゃないですか。全然羊に見えないわけですよね。ですね。結構無理あるよね。結構いろいろある。うおざとかびっくりします。なんかイボンみたいな。まだね、黒ぐ座とかね、まだあれだけど。オリオン。オリオンとか。まだまだ。まだなだけど、インスピレーション。 なんかそれ強すぎるだろうっていうようなところはあるんですけど先生その辺りどう思ってらっしゃいますか結構なこうい離というかあるように思うんですけどだからすごくインスピレーションそういう見ることができる人っていうのはただそこに形を見れる人なんだろうなってそうですよね、うん、でも結構違うのよエジプトの星座も違うけれどギリシャでも違うしと、うん、インドも違うし、ね、日本だって違うし。うん あのーもっと言うとねアイヌの星座ってのもあるからね<え>アイヌの星座ってもん、ねうんうん、あじゃあまた星座リストが違うんですかということはその種族というかその住んでる人地域によって違うそうですね違うっていうへえー、面白ーい初めて知りましたそんなこと。